憲法って何か皆さんご存知ですか？憲法っつったらこの国の最高法規なんですよ。最高法規って何かっつったらキングオブルール、つまり法律よりも上、条約よりも上ってことです。ごめんね、社会に秩序が保たれない、むちゃくちゃになっちゃったら困るから法律で縛らせていただきます。一方で憲法は権力者を縛る最高法規です。だって権力を持ってる者たちは暴走してしまえば暴力装置にしかならないから。過去にこの国ではそのような事態があったんですよ。戦前戦中、多くの人々が平和を求めて声を上げた瞬間に弾圧された、命を奪われた。そのような反省から憲法で権力を縛ろうという話になってる。でね、この憲法っていうのは権力者を縛る鎖であるはずなのに、権力者側から憲法を変えたいなんて、そういう声が聞こえてきたら、まず皆さんに感じていただきたいのは、怪しいって思わなきゃダメなんです。そりゃそうでしょ。泥棒がですよ、窃盗罪すいません緩めていただきたいんですがっつったら、皆さんどうします？緊張しますよね。ちょっと待って、それまずいんちゃうかなって。詐欺師が詐欺罪についてちょっと緩めていただきたいんですけどって、ちょっとビビるでしょ。そういう感覚で見なきゃダメなんですよ。